얌전해가. 手紙か。一つはかなりボロボロだな。あなたがこの手紙を読めるようになった頃、私はもうこの世にはいないでしょう。あなたが生まれてすぐ、故郷のユグノアの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃がすので精一杯でした。いいですか、心ある人に拾われ立派に成長したら、ユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あなたは誇り高きユグノアの王子、そして忘れてはならないのが大きな使命を背負った勇者でもあります。勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう。一緒にいてあげられなくてごめんなさい。無力な母を許して。どうやらお前の母親の手紙のようだな。そっちの手紙はどうだ。
親愛なる孫へ。未来から来たお前に出会った後、わしは約束通りお前の道しるべとなるものをここに埋めておいた。母親の手紙はもう読んだかの。あの手紙はお前が流されてきた時一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従いお前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いをさせたようじゃの。なぜユグノアの地が魔物に襲われ、勇者が悪魔の子と呼ばれているのか、わしには見当もつかんかった。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石をお前に授けよう。それを使って世界を巡り真実を求めるのじゃ。お前が悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となった全ての真実を。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せじゃった。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前の旅に付き合ってやるぜ。お前のじいさんが言ってた旅立ちの祠はここから東にあるんだったな。それじゃさっさとそこに行こうぜ。と言いたいところだが、その前に俺の目的も果たさせてくれ。レッドオーブが移されたのはこの道の先にあるデルカダール神殿だ。よろしくな。来やがれ。
やったぜ。来やがれ。どういうことだこれは。一体誰がこんなことを。
行くぜ。俺たちの勝ちだ。一昨日来やがれ。一昨日来やがれ。
を捨てるんだ。そのオーブは俺がいただくぜ。なんだお前ら。まあいい、ここに来た不運を呪うんだな。覚悟しな。俺たちの勝ちだ。チッ、手こずらせやがって。しかし、なんだって魔物がオーブを狙ってやがるんだ。まあいいか。やっと手に入った。長かったぜ。諦めかけていたレッドオーブが、今はこうして俺の手の中にある。俺は確信したぜ。お前と一緒にいれば、いつか俺の願いは果たされるとな。おっと、願いは何かって質問をなしたぜ。これは俺の問題だからな。さて、やることも全部終わったし、お前のじいさんが言ってた、東にあるっていう旅立ちの祠に向かうか。一昨日来やがれ。
終わったな。一昨日来やがれ。
おととい来やがれ。俺たちの勝ちだ。俺たちの勝ちだ。マジかよ。おととい来やがれ。終わったな。
行くぜ。一昨日来やがれ。一昨日来やがれ。一昨日来やがれ。Hmph!